みなさんどうもこんにちは、いかくです。本日もいっともらアプリやっていきたいなと思うんですけど、本日は週刊 XP ガチつかりうどん試験やっていきたいなと思います。みなさん今週もやってまいりました。説明しよう。週刊 FP ガチスカ入団試験とは、比較がその週週刊 FP で当てた選手を全員ガチスカ起用して、誰が一番ガチスカにふさわしいのか試合をしながら比較の独断と偏見で決める企画である。はい、先週やってですねかなり楽しかったので、今週も開催。今週はですね、ムバッペ、ウォードプラウズ、ジンチェンコ、この3名をがっつりとガチスカで使っていきたいなと思います。大当たり級のムバッペもいますし、使用感抜群と噂のジンチェンコ、ウォードプラウズもいますので、今回もかなり面白くなるんじゃないかなって思ってますね。変幻自在ウォードプラウズなのか、霹靂一閃ムバッペなのか、中央無尽ジンチェンコなのか、皆さんの目でガチスカ入団試験見ていってください。ということでいきましょう、レッツゴー。さあ、マッチング勝者対戦よろしくお願いいたします。いいですね、調子もいい感じ。これでいきましょう。お相手さんはこちらのスカット、同じメッシ使ってるね、生か。ちなみにですね、これガチスカ入団試験とは言ってるんですが、僕もこのスカットで15試合ぐらいはやってきまして、いやね、みんな強えのよ。今回当てた3人全員マジで強いので、もうここからは時の運ですよ。この動画撮った試合の中で誰が活躍するのか、誰が今日の主人公になるのか、ぜひ見ていってください。僕はやっぱりムバッペだと思うけどね。ちなみにですね、今撮影してるの朝7時になります。先ほどまでポンピーさんと義賊さんとエイペックスやってまして、もう目ギンギンの状態で撮影してますね。もう大丈夫かな、ちょっとマジで発言とか変な感じになりそうで怖いんですけど、まあまあまあ、テンションはぶち上げてやっていきましょう。ガチスカ入団試験ですから、ここに人生かけてる3人がいるんですよ。全員しっかりと見かめていきましょう。さあメッシー、これ気をつけて、上げてくるか、上げては来ない、うまいなそれは。嘘、え、何今の、え、そんなんあり、え、久々にすげえゴール決められたんだけど、誰決めたの、え、ボーエン、え、マジか、え、もうボーエン大好き、比較系 FC の頃からありがとうね。ナイスカット、素晴らしい。さあそしてメッシー、さあこの上がりを見て、こういうところジンチェンコがめちゃめちゃいい上がりをしてくる。はいムバッペ、はいムバッペ完璧。いや、あのね、見たムバッペの動きもいいんだけど、ジンチェンコがえぐいの。今のもすんごい簡単に決めたけど、ジンチェンコがさ、ほんと縦横無尽なんですよね。いろんなところに顔出して、ああやってね、2列目からの飛び出しみたいな動きもしてくれるので、マジで CMF ジンチェンコ、皆さん今すぐ使ってください。ナイス。サムアッペ、ここ落ち着いて冷静にかわして、ここに出す、スルーパス持ち、スルーパス持ち、セイ。今のえぐくない、今のまさにムバッペのいいところ出たよね。今みたいなパスが通るの、今回のスルーパス持ちムバッペなんすよ。はい、さあウォードプラズを見せてほしいところ、マケレレからこっち、ジンチェンコ来たね。サムアッペこっちで、ウォードプラズ浮かす、ウォードプラズ浮かす、来た、受けて完璧。ちょっと待って、もう3人とも最高、え、もう全員大当たりでよくない、もう今日全員ガチスカ入団試験合格でよくない。いや、ウォードプラスさすがフライパスめっちゃ高いから、そしてここ奪う、そしてここも浮かして裏に出る、惜しいね。いや、今のもね、奪えるのよ。ウォードプラウズはね、守備能力もある、そして今回インターセプトもついてますから、いや強いのよ、えぐいな。ちょ、今日やばいね、今日テンションぶち上がるねこれね。ちょ待って、これ抜かれんのまずい、これまずくて、ここで先に行く、いやうまいねそれは。ただ大丈夫、クリアしたい、クリアしたい。そこにこぼれんのマジで、もクルトは最強、クルトはガチ愛してる。はい、さあそしてメッシから、これ前出るね、さあ前出て、ウバッペ、さあ来るか、ここ前入って決められないけど、さあここ押し込む。いやえぐ、今のとかさ、入り方やばいね、ギュインって前入ってくからね。いやウバッペ神です。はい、一瞬でギブアップ、強すぎる。え、どうですか、もうここまでで今週のこの3人のヤバさ伝わらん、これ。さあ2試合目マッチングしました、よろしくお願いします。いや楽しいね、なんかこうやってさ、自分がフィーチャーしたい選手が活躍してくれるとめちゃんこ嬉しいんですよね。さあお相手さんはこんなスカット、よろしくお願いします。ちなみにですね、最近なんかキャックってどのぐらいの強さなのみたいに聞かれること多いんですけど、大体、まあ、シーズンでいうとディビ1の、
まあレート1700いくかいかないかみたいなところでさまよってますね。まあね、ユットボール界隈で言うと、まあシュートさんとかさ、メロンパンさんとかおもちゃさんとかさ、もうバケモンしかいないので、もうある意味もう日本代表レベルですよ。もうそんな人たちしかいないんですけど、まあまあまあ一番ね、もう一般の人に近い感覚は、はい、僕が出せるんじゃないかなと思ってますので、さあここから集中いきましょう、いきましょう。さあ勝つよ、絶対勝つよ、絶対に勝つよ。勝つよさん、比較勝つよさん、さあ負けれるから、ソンミン、ここで、これ上がってくる、ウォードプラウズ、ウォードプラウズ、センキュー、えぐ、え、待って、決められない、ちょっとちょっと、もう今ね、新垣結衣さんと橋本環奈さんと広瀬すずさん全員に告白されたみたいな感じになってる。もう選べないじゃんそんなの、もう全員最高じゃん、もうそんな気分になってる。え、マジか。え、もうジンチェンコもウォードプラウズも想像以上にさ強いんだけど、さあここも完璧なカット、さあジンチェンコ、さあジンチェンコが、さあここも奪い取るチェンコできるか、奪い取るチェンコはできない、できないけど大丈夫、外せ外せ、オッケー、さあ来たムワッペ、これどうするか、ムワッペ冷静に、いやーマジか、でもどう、悪くない、来たウォードプラウズからソンミュー、ムワッペここ落ち着いて、やっと完璧決めて、よーし、オッケー、ナイスナイス、ムワッペ冷静に行くね、さあ取れる、ナイスジンチェンコ、偉い、偉すぎるそれは、よく取った。ああいうところもね、しっかり顔出してくれんだよなジンチェンコが、攻守のバランスが良すぎる。これね、 CMF に置いた瞬間にボックスボックスみたいな動きするんで、危ない危ない、クリアしてクリアして、オッケー、ナイス、クルトワそこも止めて、クルトワ、あ、ちなみに今日の夜なんですけど、フランクフルトとライプツヒの試合をイーフト実況者のみんなで見る予定なので、もしよかったら生配信も遊びに来てください。まあ僕はですね、実はあの高校の時はね、バスケ部で、実はサッカーをねプレーしたことはそんなにないんですよ。だからそういうなんか戦術的な話とかプレー的な話で詳しい話っていうのはできないんですけど、ただまあその分ね、最近は本当にブライトンの試合とかも応援しながらどんどんサッカーが好きになってきて、それとともになんかイーフトをより楽しめるみたいなね、いいサイクルができてるので、まあ、なんかそういうところをみんなと一緒に共有できたらいいかなと思ってますね。さあということで、なんかごちゃごちゃしてるけど、なんか体育のサッカーみたいなこと起きてますけど、さあグバルからジンチェンコ、さあムバッペ、ここキエザ惜しいね、キエザ取って、これ浮かしてムバッペ、完璧すぎ、何それもう、まあ今のはね、奪い取ったところはラッキーでしたけど、ちょっと待って、え、このムバッペ最強かもしれん、マジで。ジンチェンコはね、見てください、さっきスタミナ結構きつかったと思うんですけど、攻守動いてくれる分1試合はスタミナ持たないね。なので後半から交代するのはおすすめしたい。ほらこんな感じでもう赤になっちゃってるんで、結構このぐらいからきついが、さあこれ流して惜しい、スタペドリー、ここ、いやジンチェンコ偉すぎる、なんジンチェンコ遠慮しなくていいのね、いいのよペドリー相手に、そう遠慮とかいらんねんそれは。まあ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 、ちょっと2試合連続でとんでもないぞこれ、いや止まらねえ新加入組、おーすげえ、ボードプラウズ 7.5 や、これちょっと感動するね、ムバッペ 7.5、 あれ止まるんじゃねえぞ。さあ3試合目やっていきましょう、来た、ジンチェンコとボードプラウズ絶好調、もう誰にも止められません。そして一つ言いたい、このジンチェンコ大根マジかっけ、大好き。さあお相手さんはこんなスカット、よろしくお願いします。てかさ、あの2トップずれてるさフォーメーション見るたびに、ウイレ2018か2019の JJJ 思い出すの僕だけでしょうか。 JJJ で伝わったそこのあなた、ウイレアプリ子さんユーザーです。さあやっていきましょう、よろしくお願いします。ちなみにですね、ひかつく、チャンネル登録者55万人見えてきました。いや55万人って改めてすごいよな。さあ来たムアッペ、ここ、さあ来たジンチェンコからインパクト、いやダメか、どうだ、くっそー、惜しいね、今のもねシンプルな形だったけどいい攻撃でしたね。インパクトといえばチェホンさんのインパクト大好きです。いやでもね、最近このねチャンネルの登録者とか再生数が増えてるのも本当にみんなのおかげだと思いますし、あとは僕ね、あのマイクラのグループ実況してるんですけど、そっちも最近すげー登録者と再生増えてきてるんですよね。いやもうね、両方うまくいってることがありがたい、本当にみんなありがとう。だからこそ僕はイーフトを楽しむ、うん、楽しむ、これが一番ってね、僕くんから教わりましたので、楽しみながら今日もたくさんやっていきましょう。さあここをちょっと集中してね、キミヒナイス、これクリアしたい、ナイスでかい。いや最近マジイーフト楽しくなってきてんだよな。まああとはね、トレーナーさえしっかり配ってくれればもっともっとイーフト盛り上がると思いますので、コナミさんこれ見てたらトレーナーもっと配ってくれませんか。
さてちょっとこれジンチェンコ早めに変えてトニクロス入れよう。トニクロスと、いや、ウォードプラザーこのままで、前回 MOM のウォードプラザー残して、これでいきましょう。ジンチェンコありがとう、あなたのバトンは引き継いだ。これを戸塚中継所まで絶対に運びます。サンマキシマウン、おっ、キョ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 、いいよいいよ。さあこの位置はもしかしてフリーキック職人ウォードプラザーの出番か。ワンチャンあるぞ、マジワンチャンあるぞ。ここ狙うか、狙うよこの位置。皆さんここお相手さん警戒します。ウォードプラウズ、いやこれフリーキック来るよなと、あえてここですよ、あえてのここ、あえてのここからの取られると、おい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 、おい大ピンチやねえかこれ。おい待って、大ピンチやばい、マジでえぐい。ちょっと待って、大ピンチどころじゃない。ナイス、リュディガー最高、愛してる。リュディガー一生愛したい、リュディガー一生愛したいから、トリクロス中、ムバッペ決めろよ、それは決めろ。ちょっと待って、サンマクシマン、ここウォードプラウズ、ウォードプラウズも決められない。いやもうちょっとねじ開けて、ここ、こじ開けてね、えナイスよ。ウォードプラウズから前に出て、サムアッペここ、落ち着いて、トニクロースから待って落ち着く、はいクロースいいよ、ここムバッペから、なぜなぜオフサイド、うーわ、待って、三笘の1ミリじゃん、ムバッペの1ミリ、これ前、いや雑にいっちゃったか、そこそこ雑にいっちゃったか、ヒカック、あ待って、あるこれ、あるムバッペ、いやあるか、いやー、いやー決めらんないか。まあまあまあ、ちょっとこれもリアルっちゃリアルじゃないですか。うん、この決められない感じ、シュート7本、セーブ4、悔しいけど、まあリアルっちゃリアルじゃないですかね。ということで今回は週刊 FP ガチスカ入団試験3試合をお届けしました。いかがだったでしょうか。いやあのね、ムバッペえぐいっしょこれ。まあ3人ともすごく良かったし、間違いなく見せ場あったと思うんですけど、さすがにムバッペよ。いやちょっとね、このムバッペ想像以上に使用感いいので、ぜひぜひビッグタイムとか2列目持ってない方は狙っていただきたいですし、ワンチャンビッグタイムしか持ってなければライブアップデート A の週はビッグタイムよりも優先して使っていいと思いますので、そういった方もぜひ狙ってみてください。今日も最後までありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。